いろんな運のランキングに行く前に、うん、もうちょっとね特別だよっていう星座を あるんですか。ちょっと2つ言いたいんです。すごい星座があるんです。すごい星座が、まあ、これからお話するのは、うん、皆さんこんにちは。本日のバイラチャンネルは前回に引き続き占星術研究家の加賀美隆二さんにお越しいただきました。そして、仕事運、金運、恋愛運、パートナー運の2023年下半期ランキングをお聞きしていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、いろんな運のランキングに行く前に、うん、もうちょっとね特別だよっていう星座を あるんですか。ちょっと2つ言いたいんです。すごい星座があるんです。すごい星座が、まあ、これからお話するのは、うん、仕事運とか金運とかいろんな何々運っていうことを言うんですけど、はい、まあ、そういうことを超えても全部の領域に対して、はい、なんかこの2つの星座はちょっと特別よと言っておかねばっていうのがあります。まずね、牡牛座です。牡牛座には幸運の星である木星が入ってるんですね、はい、だから12年に1回の幸運の時期、あるいはスタートの時期です。あれ、バイラは牡牛座ですよね。らしい。12年に1回の、うん、だからバイラ創刊の時って牡牛座のシーズンだったんですね。なるほど。だからバイラが牡牛座生まれだから、バイラいいじゃない。今年来ますね。来ますね。それから幸運な人についていくとその人も幸運になるっていうこともあるんで、うん、皆さんバイラ読むと幸運になるかもよ。嬉しい、はい、ぜひ、はい、今年は毎月必ず買ってください、うん、ぜひアットバイラの方もぜひバイラチャンネルも登録していただいて、しっかり登録していただいていただけるといいなと思います、うん、そう、バイラももちろんなんですけど、うん、ご読者の方々の牡牛座さんはどういう下半期なんですか。そうだよね、バイラばっかり優勝してもしょうがないもんね。大事なのは見てくださってる皆さんです、はい、で、牡牛座の方12年に1回のスタートの時期なんですよ、うん、だからもう何度も言いますけど、どんな小さなことでもいいんで何かスタートさせてください。なるほど。で、それがこれから4年後6年後12年かかって大きく育っていくんですよね、うん、なので特に牡牛座の人ってちょっと腰が重いところがある、まあ、身長保守的、うん、コンサバなんで、あえても意識的によいしょと何かもスタートさせる、はい、これがポイントです。気合を入れて立ち上がってほしいです、はい。でそれからもう一つ魚座、はい、魚座にはですね土星が入ってるんですね、うんうんうん、で今年後半だけではなくて、まあ、来年とか新年そうなんですけど、はい、土星っていうのはちょっと厳しい星なんですよ、はい、で何か自分の行動領域を狭められるように感じるかもしれないんだけど、うん、でもそれはいらないものを捨てていく時でもあるし、それからそれまで流れだけに乗っていたようなものをちゃんと自分で意識して自己コントロールのもとにやるっていう、そういうサインでもあるんで、でもねそれができると大人になれるっていうことかもしれないし、それから何より自分の人生を生きることができるようになるんですよ。なるほど。ということでランキング、はい、個別にいきましょうか、はい、はい、よろしくお願いします。ではまずバイラ読者、働く女性が一番気になっている仕事運からお願いします、はい、でしょうか。じゃあまず3位からいきましょうね。はい、3位、いて座です。いて座さん、はい、でこれは幸運の星である木星が労働のハウスに入っているんです。あら、でこれ労働っていうのはやんなきゃいけないことなんですね、ま、でここに幸運の星が入っているので、まあ、ノルマみたいなことが増えるんだけど、そういうものを淡々と楽に過ごせる。もうノルマがあっても大丈夫なんです。そうです。だからそこをリズムさえ掴んでしまえば、はい、うまくいけるので、ぜひ前向きになってみてください、うん、それからね、もう一つ伊勢座の方ポイントは後輩さんたちです、はい、だから後輩の方とか新人さんとかそういう方が助けてくれたりするんで、あら、下が育ってくるの嬉しいですね。そうです、そうです。で自分が一番下っていう方は、まあ、自分がその役割をねするかもしれないんだけど、でも自分を追いかけてきてくれる人たちとつながりを作っておくっていうのがポイントですね、うんうん、続いて第2位、2位、双子座さんです。双子座の方にとってはこれがですね、土星という星が頭のてっぺんに乗ってくるんですね、はい、でプレッシャーは増えます。確かに責任あるポジションに立たされるかもしれません、でもそれは自分が認められてきたってことなんですよ。何かもう自分で決定できることが増えるっていうことでもあるの で、その責任だけ自分で引き受けることができればめちゃめちゃやりがいがある時期になるん でもちろんね、上司の方とかに報告しなきゃいけないんだけど、私これでいこうと思いますっていうふうに言うとちゃんと受け止めてもらえると思うんで、今までの信頼があるからこそ、はい、頑張ってほしいですね。そして第1位、はい、これは獅子座さんです。で獅子座の方はこれまでの自分の努力とか能力とか長所、これが認められやすいんですよ。
なので自己アピールをどんどん自分からやっていきましょう、うん、厚かましいかなと思うぐらいで大丈夫。なるほど。で、獅子座の人ってもともとねその自己アピール上手なんだけど、うんうん、それをさらに意識的にやると上の人もこう見つけやすいわけ。君これできるのか、だったらこれやってもらったらみんな助かるし大きな結果につながるしやりましょうよって話になってくると思うんで、ぜひ自分のできそうだなと思うことをやってみてください。なるほど。得意なことも、うん、ちょっとあれかなと思ったとしても、いやそこは勇気を持って、はい、今行けばつながっていくんですね、はい、続いて、はい、金運はどうなっていくんですか、はい、金運の第3位はね、蟹座さんかな、うん、ちょっと難しいとこなんですけど、どのような金運が、あのね、蟹座さんの金運っていうのがずっと続くわけじゃなくて、ちょうど今ぐらいから、はい、まあ、10月上旬ぐらいまでですね。10月上旬ぐらいまで。で、これは金星という幸せの星が金運を表すところを移動します、はい、で、これ大きな金運じゃなくて、まあ、言ってみたらちょっとこうお小遣い程度というか、買い物したりとか美味しいものを食べたりとか自分をこう楽しませるような金運なんですね。これで日々の生活がちょっと楽しくなるなっていうようなことがあったとしたら、そこにちょっとお金かけてもいいんじゃないですかね。で、それから第2位なんですけども、はい、天秤座の方だと思います。で、天秤座の方、一言で言うと、これ伝統的な占星術では、まあ、共有する運っていうふうに言われるんです、はい、古い占星術の教科書だと遺産とかねって言うんだけど、大きいですね。大きい。でも本当の遺産ってことはなかなかないから、うんうん、誰かとこう共有することができるようなものなんですよ、はい、だから、うんうん、例えばね、保険とかさ、うん、これって実は誰かと共有している財産でしょ。そうですね。だから何かの形で保険とか、うん、ポイントとかね、で、そういうものをもう一回見直すと意外とメリットがあるかもしれない。なるほど。こう今加入されてる方はそういう大きい保険などの大きいお金回りのことを整理していくことで、そうですね、プラスが見られる、うん、で、そして第1位なんですけど、はい、おひつじ座さんです。あら、何をしたらいいですか、ね、おひつじ座さんには幸運の星がまさに金運のエリアに入っているので、うん、はい、まあ、広がっていく時になったら出ていくことも多いかもしれないよね。ちょっとこうあの気持ちが大きくなったりしやすいので、そこだけちょっと注意しながら、今の時期の支出には注意が必要、うん、あんまりキュウキュウとしないでお金の動きを楽しんでいくってことができればいいんじゃないでしょうかね。それからそういうふうに循環する時なので、はい、もし大きな買い物でもじっくり考えた上だったらいいかもしれません。なるほど、うん、お金がこう動くタイミングだからこそ、うん、しっかり考えて動かすことでお羊座さんにはプラスが、はい、でポイントは長く使えるものです。だからいいものを長くというのがポイントですね。ありがとうございます、はい、続いて恋愛運は、恋愛運ね、気になりますね。じゃあ第3位お羊座、今ぐらいから秋ぐらいまでは非常にこう恋を楽しめる時なんですね。だから将来的にこの人のどうかなとか将来性どうかなとかさ、あんまりそういうことを考えなくて、この人素敵じゃないっていうところからアプローチするといいことありそうですね。時期的に言うと7月の9日ぐらいまでかな、はい、火星という情熱の星もいい位置に入ってるので、入ってましたね、これ一目惚れとかさ、はい、なんかちょっとこう衝動的なっていうか、うんうんうん、そういう恋にちょっとね身を任せるのも楽しいかもしれません、はい、続いてでは獅子座の方ですね。獅子座さんが2位、はい、獅子座の方も金星の恩恵を受けれる時なんですよ、はい、で秋まではそうです、うん、獅子座の持っている方の魅力がこう前面に出る時です、うん、だからほっといても周りから獅子座の人ってなんか楽しそうだなとか、あの人すごい魅力的じゃないっていう風に見える時期、ちやほやされて、そうそうそう、だから端的に言うとモテると言ってもいいかもしれない。楽しみですね。 でそのためには自分が楽しまなきゃダメなんですよ。自分が楽しいことをやってるとこう自然に笑顔になるでしょ、うんうん、でハッピーなオーラがダダ漏れになるの で、うん、でそうすると周りからも幸せになるんだよ。じゃあ自分からこうお相手いないかなって探しに行くというよりかは、うんうんうん、自分のことを楽しんでることで、そうですね、自然と集まってくる、はい、でそれから先ほど言ったように7月の前半までは一目惚れの運もあるので、うん、ビビッと来た人がいたらちょっとこれはその気持ちに乗ってみてもいいかもしれませんね。そして第1位 は、どうなったんですか、今までおひつじ座、しし座と火の星座だったんですけど、はい、打って変わってヤギ座さんです。あら、ヤギ座の方、これ真面目な方なんですけど、はい、木星という1年単位での幸運の星が恋のハウスに入っています、はい、なのでヤギ座の人ちょっとこう保守的でコンサバだったりするんですけど、この時期は楽しみを受け入れてもいいかなという気持ちになってるんで、ヤギ座さん自身の気持ちも
ちょっと上向きになってますから、いろんなことが楽しめるんですね、うん、もちろんそのうちには恋もっていうところで一緒になんか楽しみを共有してくれる人ですね、うんうん、なんかコンサートだったりライブだったり歌舞伎だったりわかんないけど趣味がこう、はい、共通している方、そうですね、そういう方と話し合ったりしながら楽しんでいくと、うんうん、お互い向上できるしいい関係を結べるような気がします。ちょっと大人の恋の匂いがしますね。ヤギ座さん、いいですね、いいですね、はい。続いてパートナー運はどうなります、はいはい、で今このパートナーって言ってるのは、まあ、恋愛も含めてあの愛情も含めてなんですけど、まあ、お仕事とかね、それからなんか、うん、あの自分とこうフェアな対等な関係が作れるような相棒的な存在をですね、なんですけど、第3位乙女座さんかな、乙女座さんなんですけど、これはね単純にいいと言っていいかどうか分かんないです。あら、何か変化が、そうだからね、人間関係がちょっと狭まる感じがあるんですね、はい、ってことは逆に言うと、もう切っていい人は切りましょうっていう、もう卒業していいかなっていう人はそれでいいかなと、うん、でそうすると本当に大事な人が残るんですよ。だから加算方式じゃなくて減点方式で見てもいいかもしれない、はい、でそうすると減点方式で見ていく、それから消去法で見ていくと、この人だけは絶対なくしちゃダメだっていう人が見えてくる、絞れてきます。でそして第2位は、第2位は水瓶座さんです、はい、で水瓶座さんはこれから特に秋に向かって人間関係が、ね、楽しくなるのね。それからもっと言うと、ね、エレガントな人、エレガントな方、はい、品のいいと言っていいのかな。そして自分に新しい楽しみをもたらしてくれるような人との出会いが期待できるので、素敵だなと思う人がいたら、うんうん、自分からアプローチをしてみましょう、うんうん、そういうところだけでやっていくと新しい人間関係が広がっていったり、うんうん、パートナーとしてキーパーソンが出てきたり。じゃあ水瓶座さんはこの時期は新しい人間関係、うん、はい、一歩自分から踏み出してみてほしいです。そうですね、でそういうエレガントの人といると、うん、自分染まってくる、あ、引っ張られて、そう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 、気品が出てくる、はい、でそして第1位なんですけど、はいはい、サソリ座さんです。おー、でこれは幸運の木星がまさにパートナーの道を運行しますから、はい、人間関係全体が広がっていくんですよ。広がっていく、広がっていく、でそうするともちろんその中から選べる可能性も出てくるわけじゃない、うん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 、だから人間関係そのものを広げておくと、そこからあこの人とは長い縁になりそうだなっていう人が自然に見えてきそう。だから、そのためには今人の襟好みをしない方がいいんですよ、うん、だからいろんなところにこう門戸を開けとく、絞るのは今じゃない。そうです、そうです。オープンにしておくと、その中から自然に目に入ってくる人がいると思うんですね。それからこれはもうあの結婚というパートナーなんですけど、はい、お付き合いを長くしてきた方がいたら、あるいは今年からでもいいんですけども、パートナーがもういる方はね、その人と次のステップに進めるようことを考えてもいいかもしれませんね。なるほど、進めていいのかどうか、はい、今まさに考えてみて、はい、もう今の時代女性からプロポーズしてもいいですもんね。そうですよ、進みたかったら自分から、うん、そうですよ、言ってももうだってそんなのもう20年前からそうじゃない本当ですね。そうです、そうです、はい、いやまさに、はい、こうちょっと視野を広げつつ、うん、進む人はガンガン進んでいってほしいです、はい、てください。ありがとうございます。ありがとうございました。どの星座さんもこう、うん、いろんな挑戦やちょっと人との関係を深めたりだとか、いろんなプライベートもお仕事も充実していきそうな予感がしてとっても楽しみです、ね、いいですね。だからぜひ読者の皆さん、視聴者の皆さん、うん、自分の可能性を広げるために、はい、今お話したような、うん、まあ、星からのメッセージを使ってもらえるとありがたいですね、うん、背中を押す存在にこの動画がなれたらいいですね。そうですね、はい。それではこの動画がいいと思った人はグッドボタンとぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。